案です。今日はシーンでの購入品紹介です。いつもはね服をたくさん買ってるんですけど、今回はステーショナリー系も買ってみたりとか、アクセサリーをいっぱい買ったり、いつもとちょっと違う感じになってるので、ぜひ参考になったら嬉しいです。今回はママも一緒に買ってます。それではレッツゴー。チャンネル登録してね。では小物からいきます。なんかね、TikTok で見ていてずっと気になってたシールとかをいっぱい買ったので、それから紹介していきます。こちらコラージュみたいなやつをできるやつが流行ってて、紙物系っていうのかな、見るのが好きなのでいっぱい買いました。値段とかはここに出るので、それを見てくれたら嬉しいです。空とかのシールがいっぱい入ってました。46枚入りです。これはクリアなスマホケースの中に入れるとか、あとそのコラージュとかもできるし、あと眺めるのが好きな人とか、そういう人におすすめなんですけど、私はスマホケースに入れたい。次、じゃん、ノートの形になってるシールです。こういう感じで1枚ずつ違うやつが入ってて、多分トレーシングペーパー素材、これも深い青系のやつ。なんかこれの方がさっきのやつより画質がいい。ただ側面は少しだけベタベタします。次、じゃん、しおり。最近私ちょっとずつ本を読んでるんですけど、そのいろんなのをちょっとずつ読みすぎて、なんかねいっぱいしおりが欲しかったんで買ってみました。3個、雪山、なんかねクリアなのがすごい可愛い。次がなんか透明なシールです。あ、これねランダムなんですけど、一番欲しかった OK が出ました。そう、シーンってランダムのやつ多いから面白いよね、届く時。お、いっぱい入ってる。一個一個が透明な素材で結構しっかりしてて可愛い、すっごい。あの色もシーンで見たまんまの感じで、すごく綺麗です。素材もすごいなんか触ってて気持ちいい感じの、表面はマット加工されてる感じだけどツルツルしてるみたいな。若干暗い感じはするんですけど、でもまあ夕方っていう感じ、ね、こういうのがあるよっていうのをおすすめしたくて今回いっぱい買ってみました。次、じゃん、これはね誰かの見たとかじゃなくて個人的になんですけど、可愛くて買いました。ステッカーでーす。女の子とか男の子とか文字とかいっぱい入ってますね。スマホケースの裏に入れるのでもパソコンに貼るのでも可愛いなと思って買ったんですけど、思ってたより大きくていっぱい入ってる、びっくり。あ、これ可愛い、私これ好き。ね、これりょうくんに見えるんだけど。猫もいる、この人可愛い。あ、ピッチって書いてある。え、本当だ、やばい。こちら切手風シールです。思ったより大きい。なんか他のこれとか思ったよりちっちゃかったのにさ、これ思ったより大きい。しかもこれバラバラになっちゃって収納しづらいかなと思ったんだけど、ノートじゃなかった、違うわ、バラバラだった。え、可愛い。紫系のこういうお花柄の切手がいっぱい入ってる。切手風シールってさ、すごいいろんな使い道があるから可愛くて好きだし、いいんだよねと思って買いました。これ好き。これ切手サイズと思って買ったらすごく大きくてあれなので、切手より大きいなっていう感じで買うのがおすすめ。切手の代わりに貼っちゃダメだよ。バレる。バレる。文房具最後です。こちらピンクでした。これね、ランダムの色の筆箱で、このね、半透明感がめちゃめちゃ可愛いなと思って、中が見えそうで見えない感じがさ、しかもこの、素材もすごい触り心地的に好きだし、ここが革なのも好きだし、ここチャックなのもすごく好きだったんですね。白か水色が欲しかったんですけど、ピンクでした。でもピンクも可愛いね。うん。ここからはアクセサリーいきたいと思います。いっぱい買ったよ。まずはネックレスからいこうかな。こちら、ん、これ開けなくてもいいやつじゃん。なんでこれがここついてんだろう。じゃーん、うわー、私が今つけてるやつのキラキラバージョンです。20顎、これはママです。めっちゃ可愛いんだけど、これありがとう。次です、じゃん、あ、すいません、それもママです。おお、え、これネックレス、うん、かわいい。短め、めっちゃ重量感あるし、なんかチェーンが切り替わってんの可愛い。使っていいよ。やった。次、こちら、はい、これ同じのスピンズに置いてありました。じゃん。あ、でもちょっと違うかも。チェーンの感じが違う。このね、黒いチェリーがすごく可愛くて、私もともとこれに似たタイプの赤いチェリーのやつを持ってるんですけど、それがねすごい好評だし、私自身も好きなんですね。なんだけど結構チャラくなっちゃうから、もうちょっとシンプルめなやつが欲しいなって思ってたところにこの子を見つけたので買いました。シンプルだけど存在感あるやつって一番可愛いね。こちらです。ピョン、
ハートの連なってるやつです。これは割と短めでこう首になるタイプのやつです。長さ調整も結構できるしいいかなと思います。次こちら、なんだこれ。すいません、ママです。あ、はい。え、なにこれ、指輪？スカーフを留めるやつ。あー、すごい可愛いんだけど、これ高級感ある。はい、次がこちらです。指輪、私はね、指輪を挑戦したいんですけど、なかなかね、自分の指が微妙な大きさで合うサイズがないんですよ。なんで、いろいろシーンで試してます。お、これいけるかな、今回。私ね、薬指が一番ちょっと、人差し指に合うやつきた。私いつもお店で指輪売ってて試す時も人差し指にはめるともう抜けなくてね、お店で一人で焦ってることが多くて、このちょっと隙間があるタイプだったら私もつけられるんじゃないかと思って、シーンでねこれを見つけて、うわこれは買うしかないと思って買ったんですけど、当たりでしたね。その邪魔な感じも全くないのに可愛くつけられるし、外せると思う、これすぐ。他は？これ中指いい、めっちゃいいんだけど。すごい、これサイズちょうどよかった。指サイズちょっとだけ太めだけどめっちゃいいですみたいなの、ちゃんと口コミを見て買いました。めっちゃいい、シンプルなのに存在感あって使いやすい。次、じゃん、かわいい。クリア系の指輪が欲しかったんです。これはつくかな。あ、やばい、外れないかもしれない。やばい、ガチで外れないやつ。やばい、本当に外れない。どうしよう、あ、密着してる、真空なんだけど。え、どうしよう、え、本当に外れない。これ外れた、白くなった、怖い怖い。そう、クリア系で私ラティス一回外れなくなって、一人で格闘したことあって、クリア系ダメなのかもしれない。特に私が好きなのはこの2つですね。これ中指についた。次こちら、私みたいな指太の救世主です、ビーズ。今ビーズが流行ってるの知ってますか？ちょっと前だけどね、あのミーパーセントとかでもいっぱい売ってて気になってたんですけど、なかなか勇気が出なくてやっと買いました。伸びるけど若干、私みたいな指の人って普通の人の中指とか人差し指向けに作られたやつが薬指でぴったりだからさ、左手の薬指になっちゃうんだよねいつも。ビーズで結婚はないから大丈夫だよね、これは。シンプルで良いよね。次こちら、これはママが頼んだやつですね。おー、メタリック。あ、軽い、すごい、いい。太いって書いてあるやつを買った。ママのが指細い。太いよ、ママ。節も太いし、なんかすごいパンパンなんだよね、ムチムチしてて、ここがプクプクしてんの、赤ちゃんの手みたい広げようと思ったら広げられるよ、グイって。ほら、余裕。うわ、ちょっと、グイってやっちゃえばいいんだよ、こういうのも。感動、やば、これ超いい、かわいい。これ次、これです。あ、サンキャッチャーです。おー、かわいい。ただね、こういうのはなんかサンキャッチャーってこう光を集めちゃうから、虫眼鏡に太陽を当てたみたいな感じで穴開いちゃうらしくて、髪とかに。だからそれは気をつけないといけないらしいです。めちゃめちゃ可愛いよね、これ。サイトで見たまんまの感じが届いたね。次です、こちらブレスレット。これママが見つけてくれたんですけど、そう、私ね、指は太いくせにブレスレットは細すぎてすぐ落ちちゃうんですよ。マジでこれは本当にあのマウントとかじゃなくてマジで悩んでんの。もう春夏使えるよ、これめっちゃいい、めっちゃ可愛い。これ切れしてさ、これしてみ、クリアな女しかも結婚済み使います、イエーイ。次がこちらです。わあ、これね、ちょっとビローってなってるイヤーカフなんですけど、ここにね、つけて、おーおーおー、いいじゃん。このなんかちょっと垂れてる感じがすごい可愛くて、うおー、イエーイ。なんか前イヤーカフのクリアなやつを買った時にガバガバで、これぴったり。今ね、ちょっとグッてやった。あ、そうなんだ、そういう調整もできんだ。イヤーカフずっとね、つけてみたかった。おしゃれ度高い。うん、いいよね、いい、やった、いい女。次、こちらもイヤーカフです。これイヤーカフじゃなくてイヤリングだ。あ、これも調節できる、グッて。あ、めっちゃいい。あ、いいじゃん、つけてる感覚がないからすごいの、身軽です。何でも合わせやすそうだよね、うん、ガーリーのやつにも。おお、かわいい、かわいい。はい、次です、こちら。こうね、髪の毛を留めるとこの蝶々とハートが垂れるよっていう。だから髪の毛後ろとかでこう留めるじゃん、こうなるっていう、うん、次こちら、これママ。はい、かわいい、こういう系好き、クリアな石系、ピアース、しかも揺れる。アクセサリー以上です。なんかこれが好きとか、こういうのもあるよ、あんちゃん見て見てみたいなのがあったらコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。次
こちら、これはサイズ測って必要な分だけ買おうと思ってたんですけど忘れて1個だけ買ってしまいました。大理石シール。私のベッドがね、なんか黄土色っていうか茶色、それをねリメイクしたくて、とりあえずその頭の部分だけこれに変えてみようかなと思います。こういうのも売ってるよっていうことで、なんかベッドのシートとかカーテンとかもいっぱい売ってました。次です、こちらスカーフです。スカーフ、かんちゃんのポニーテールにキュッて言われても可愛いなって思ったの。かわいい。白いバッグにポイントでつけたいなと思って。かわいい。白いバッグが一気になんか爽やかになるね、うん、いいっすね。これなんだろう、カエル、スイレンとかじゃない。スイレン、カエルも間違ってない。カエルどこにいる。カエルがいそうな空気。これは私の腕の問題。次こちら、じゃん。これ一番楽しみにしてさ、めっちゃいいじゃん。そう、これめちゃめちゃ口コミ高くて、もうねこれはよかったら別の色も買いたいぐらい気に入ってるの。ハイウエストでここがキュッてしてるんだけど下の方は広がっててダボっとしてるみたいな感じのストリート系のズボンなんですけど、ポケットとかワッペンみたいなポイントとかがすごく可愛くて、後ろもこういうのがついてたり、だからインしてもアウトでも可愛いかなと思います。で、私は S サイズを買いました。商品ページのモデルさんが168センチで S って書いてあったんで、私165で S を買いました。可愛いよね絶対。後で着てみます。次がこちらです。これママがこれあんちゃんちょ買ってみって買ったやつです。あ、いいやん。なんか今ねこういうインナーにレースを着るみたいなのが流行ってるみたいで、それを着てこれをつけてほしい、うん、あー絶対可愛い。なんかココナッツみたいな匂いする。バター工場を作って作られたみたいな。何もわからない。使います。春いいね、やっぱ春物だね。もうすごい安い、393円で買ったんだよ。安っ。次、あ、これも同じやつ。こっちはね、こっちの方が私好きかも。これは731円です。かわいい、これすごい。よきよきよき。次、あ、そういえばこんなのも買ったわ。デリー、おーかわいい、かわいい。まず肩にかけられる。最近トートバッグを持って出かけることが多いんだけど、そうすると肩がすごい疲れちゃって、であとはチャックがついてんの。いつも私トートバッグで歩くとき取られたりとか落ちちゃったりっていうのが怖いんだけど、チャックがついてるからここパッて閉じるタイプとかじゃなくて、もう完全にガッて締められるタイプなので、そういう心配がなくていいなと思って。滑らか、あとマチもしっかりついてて、あとこの真っ白さ、春にいいなって思います、思います。最後です、ママのですね。あ、かわいい。え、マフラーか。さっきママやってたね。もうこれ頭にかぶってママ寝てたんですけど、気持ちいい、すごいわかる、寝たくなるのが。色かわいい。なんか渋谷とか表参道とか代官山みたいなところで買うよりもいい。その辺で買ったらさ結構1万ぐらいするじゃない。うん、いくらだと思う？シーンでも2000円していいと思う。1182円。すごい、いい。これはいいよ、これは港区女子になる。そう、今回さなんかあんちゃんが見つけてきてくれたさ、うん、20% オフのクーポンあったでしょ。うんうんうん、あれで買ったから1182円。あ、そういうことか。すごいお得やん。なんか TikTok でみんなが情報共有みたいな感じでクーポン交換し合ってて、コメント欄でね、それを見て私は買ったんです。あ、いい世界だなと思って。忘れてた、こちら。これはアクセサリーを収納するやつ。なんかアクセサリーを見せる収納みたいな感じでしまってる棚がコスメ収納の上にあるんだけど、そこがね溢れちゃって下にいっぱい置いてある感じで見つけるのが大変なんですね。なんで今回はこれを買いました。このトレーまでついてると思わなかった。ジッパーです。袋20個です。この厚めの袋にこうサイズを思った通りをこう入れて、この重いチェーンのやつでも入った。で、あれだよね、これ先だけ出すんだよね。こうすると絡まらないみたいな。で、これで、あ、いいじゃん、こうやって収納できるんですね。なんかちょっとこれお風呂みたい。これ後でやります。これも見せる収納って感じになるね。かわいい。え、リピートしたい。買ったものは以上です。私はズボンを履きたい。こういう感じです。めっちゃかわいい。しっかり腰のところにこう来てくれて、ウエストマークしてくれて、で S サイズで、私はちょっとねちょっとだけ今お腹がぽっこりしている。しかもイカ水なのでこの辺もたつきやすいんですね。しかも出ないし、こうインしてる感が見えないっていう優れものですね。足は平均の長さなんですけど、ちょっと長いです。これは実際のポケットです。2個ついてる、うん、色違いを2個ぐらい欲しいです。春にさこうやってやってたら結構爽やかがあるじゃない。超シーンがあるで、さらにこれ巻くの。うわ
戦争戦争は良くない。デート、誰がデートしてくれるはい、ということで今回はシーン好意品紹介でした。今までとはちょっと違うものを買ってみたので少しでも参考になったら嬉しいです。ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。あとこういうのもあるんだよとか、これ私も買ったよとか、これ買ってみたいっていうのがあったらコメントもしてくれたら嬉しいです。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も